画面の奥の皆様、こんにちは、どうも、河野翔でーす。おきにおきにおきにということで、前回に続き、吉江さんに、ね、はい、出ていただいてるんですけども。ありがとうございます。はいはいはい。また呼んでいただいて。まあもう、一歩も動いてないです。前の撮影から。バレた。一歩も動いてないですけど。一歩も動いてない。はいはいはい。まあでも、まあ皆さん知っていただいてるように、僕は野球部。鳥取城北の野球部で。吉江さんは、あの、相撲部なんですよね。照ノ富士とか。一ノ城、水戸龍、この僕の同級生、うん、3人を輩出した相撲部、うん、そう、相撲部で、この3人の先輩ですから。で、まあ、でもまあ相撲部やっぱ全国でもやっぱ、ね、まあ相撲やってたらなんか知れるというか、うん、もう野球の大阪桐蔭みたいな感じですもんね。あ、そうそうそう、上北の相撲部って本当にすごいんですよ。いや、本当に実はすごいんですよね、うん、でそのちょっとね、野球部と相撲部の違いみたいなのも話していけたらなと思ってます。で、やっぱその練習とかもこういうのがあったとか、はいはいはい、ね、あるあるとかでもいいですし、あるあるとかね、うん、ちょっとその聞きたいじゃないですか。まあ、確かにそっか、はい、川野翔の野球チャンネル。じゃあ僕、さっき1個だけいいですか。あ、はいはいはい、今は野球部のグラウンド別であるんですけど、はいはい、僕たちの時はその学校グラウンドで、はいはい、ブルペンの後ろに道場があったじゃないですか。ありました、ありました。で、そこに、先生たちが歩く通路みたいなコンクリートのところがあって、まあ、僕ら普通にバッティングとかしてるじゃないですか。うんうんうん、そしたら、6時頃に相撲部の人が出てきて、はい、見たことないタイヤをこうやってるんですか。あれ、何のタイヤですか。あれ聞きたいんですよ。多分上北あるあるでも一回言ったんですよ。見たことないサイズのタイヤをこうひっくり返してるっていうの。あれだってトラックのタイヤじゃないでしょ。ね、ってぐらいなんかでかいじゃないですか。で、あれもあれでちょっと説明しなきゃいけないんだけど。してください、してください。で、まずでっかいタイヤに説明すると、はい、俺らもわからないですよね。あのでかさはなかなか見ないサイズ、うん、あれ誰が取引してるの。そう、ちょっとマジでね、そう、写真で見せたいぐらい、見せたいですよね。マジで見せたいぐらい。ないかな、誰かないかな、誰か持ってないですかね。いや、本当に、ね、聞きたいな、これ。いや、トラックのタイヤよりもでかいもん、ね、でかいですよね。いや、なんだ重機とかのさ、うんうん、サイズのタイヤ。いや、そうっす、本当に。そうだよ、俺が高校1年はいはい、時は古い道場、体育館裏の、そうそう、体育館裏の、はいはいはい、体育館裏の古い道場で、俺らが高2の時からできた、あれがない、新しい道場で、で、なんかもうめちゃくちゃ綺麗じゃん、やばいですね、たみたいな、うん、になってたらいつの間にか大きな扉があった。もう道場作ると同時に、そう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 、そう、もう分かりました、ね、答えが分かりました。答え、道場を作る時に使った重機をパカッと。野球部に思うこととかないですか。野球部に思うこと、伝統というかさ、伝統なんか教えてもらえたら。伝統、うん、まあ、しょうもない伝統とか言ったら、はいはいはい、はい、まあ1年生は白のソックスとか、はい、ああ、なるほど。あ、1年生乱収禁止なんですよ。あ、なるほど、ね、アップシューズなんですよ、ね、今は分かんないですけど、うんうんうん、僕だけそうやったんですよ。なかなかその1年生とか伝統とかあるけど、その部活以外は、うん、なんだろういい思いというか、はい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 、させてもらってて、例えば寮はめちゃくちゃ綺麗、めちゃ綺麗ですね、めっちゃ綺麗、うん、で、監督ん家の上に住んでるんですけど、そうですね、めちゃくちゃ綺麗で、もうその当時の最新のゲームとかは常にあった。あ、ゲーム OK なんですか。そう、ゲームは OK。 あ、そうなると1年生テレビ禁止です。あ、テレビ禁止なんだ。はい、テレビ禁止なんだ。2年生からゲーム持ち始めます。あ、そうなんだ。はい、もう全然1年生からでもゲームは OK だ。あー、なるほど。あ、携帯がね。そう、携帯がダメなんだよ。そう、相撲部はそうなんですよ。そう、相撲部携帯ダメだった。うん、ただ、1台だけ、はいはい、その、連絡用のがある。あー、なるほど。みんなで使う。そう、みんなで使うような携帯があって、だから、例えば日曜日の午後は、自由時間です、ね、はい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 、はい、夜10時半まで。なるほど。自由時間、まあ午前中稽古して飯食って、はいはい、で1週間に1回大掃除があるんだけど、 1年生がその道場の大掃除で、2年生が寮の大掃除って感じでやってて、でそれが終わったら10時半までは自由ですよと、いう時間があって、でそういう時にはその携帯で、うん、もう本当あれだよね、そのいちいちその自分の頭の中に仲いい友達の電話番号を覚えてて、はいはいはい、こう電話するみたいな。ああ、そう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 、そういう、まあ、そういうやっぱずるがいっこさは出てきますよね。そう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 、だから登録しちゃうと監督に誰だこいつはみたいな感じに言われちゃうから、自分の頭の中に仲いいやつの電話番号を入れておいて、そうですね、で
電話して、あ、じゃあ 何時にあのいいお集合ねみたいな感じで切って履歴を消して、ああもうそう犯罪者と一緒に履歴犯罪者と一緒。最強スノーフを間近で見れたってね、はい、ああ俺らの時に初めてインカレ取ったんだよ。はいはいはい、はい、ずっと強い強いって言われたけど、うん、インカレだけ取れなかった、ウファフワ状態だよね。うん、確かにインカレ取ったぜみたいな感じで、そうだから先生もすごい喜んでくれてる。なんか3年生だけ、まあ、あの前の話でさ修学旅行行けなかったって言ったじゃん、はいはいね、はいはい、修学旅行行けなかったって言っときながら俺らあの相撲部の3年生だけ、まあ、先生と一緒に韓国旅行行きました。行ってるじゃないですか。違う違う、修学旅行は別。違う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 修学旅行っていう肩書きじゃないかもしれないですけど、はいはい、僕行ってないですから、そんなの韓国なんか。パスポート所持したことないですから。いや俺らも初めてよ。で、修学旅行、俺らも行けなかったから、はいはい、で、まあ、でもお前らインカレ頑張ってくれたの、はいはい、本当よくやってくれたって言って、じゃあちょっと3年生、まあ、もちろんちょっとお金は用意しようって話だけど、はいはいはい、あの、食事代とかはもう全部、こっちが全部やってやるっていう理由で、監督が韓国旅行連れてくれた。それなんか違う。いや違うね、全然話が違う。違う、あのいや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 、え、待ってください。確かにインカレ優勝はすごいですけど、僕らも、はい、夏の甲子園、はいはい、初めて校歌を歌ったんですよ、ね、いやすごいよね、あの舞台で初めて校歌を歌ったとこに僕も歌わせてもらったんですけど、はいはいはい、あの夏休みが4日っていう、はい、僕が言いたいことはもうないですかね。ああ、なるほどね。はい、野球部には俺はでも感謝しかない。ああ、ありがとうございます。これは本当に、いや、僕がしますよ。いや、本当に本当になんか、なんかやっぱ相撲部ってやっぱ孤立しがちじゃん。まあ確かに、ちょっとね、違うスポーツじゃないですか。そう、でかいし、やっぱ怖いから、うん、見た目的にね、見た目的に怖いから、こう、なかなか最初友達ができないというか、うん、あれがあるんだけど、やっぱ野球部はなんかこう、そうですね。ね、こう。お互いなんか怖いもん知らずみたいな、ね。そう。相撲部、甘いもんダメなんですよ。まあまあ、ちょっと、はいはい、今もう卒業したから言うけど、うん、甘いもんダメで、はいはいはい、で、まあその、食堂とかに、その、昼前にさ、やっぱパンとか売ってるやん、甘いパン、うん。売店でね。そう、でも俺ら買いに行けないから。バレたらもう。そう。野球、ね、野球部のさ、優しいやつに、ちょっと、一個だけ買ってきてくれない、筒入れでいいから、ね、うん。お前の分も買っていいからね。はい、感じで毎回買ってきてもらってたのは覚えてるね。僕でもよく1年生の時に3年生に呼び出されてパン買ってきてって、うん、あ本当に言われたんで、うん、多分僕が買ってますよ。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また SNS は概要欄から飛んできてね。